Wii mini は、任天堂が開発、販売していた末置き型ゲーム機である。Wii から一部の機能を省いた上で価格を安価にした、廉価版である。任天堂は、Wii mini を、ファミリーフレンドリーデザインと呼んでおり、Wii 用ソフトプレイに特化したものとしている。カラーバリエーションはレッドのみ。同色の Wii リモコンと、ヌンチャクが同梱している。日本では、未発売。 2012年12月7日にカナダで発売後、2013年3月22日にはヨーロッパでも発売された欧州ニンテンドーは2013年10月時点で Wii の輸入は終了しているが Wii ミニは販売を継続しているとコメントしている。2016年6月30日に Wii ミニは生産終了し Wii ミニの後継 WiiU に変わった。ABC、ニンテンドー、 Wii Mini 正式発表。ネット接続なしで100ドルの廉価版。カナダで年末限定商品。インギャジェットジャパニーズ。2015年10月6日閲覧。新筐体、Wii Mini が Nintendo グローバルサイトで発表。インターネット接続非対応の99.99 99ドル廉価版で、カナダのみの期間限定販売。4ゲーマー。2015年10月6日閲覧。 カナダと欧州で発売された低価格ハードウィーミニが、米国でも今月から発売へ、マリオカートウィーが同梱。ゲームスパーク、2015年10月6日閲覧。任天堂カンファームズ UK デートフォ o r Wii Mini。Cube 도3、2015年10月6日閲覧。タイムオールソーコールドオンウ Wii ニヨーロッパ。MCV、2015年10月6日閲覧。ABCDE。 小さくなった Wii は、ファミコンサイズ、Wii mini ハードウェアレポートをご紹介。インシで、2015年10月6日閲覧。AB、ゲームコンソールコンパリソン Wii U フロム m Nintendo Wii VS Wii U d i f f e n c e e s Nintendo 2015年12月4日閲覧。ありがとうございます。